必ずやろう日本最高<う>坂井隆ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします、えー、まず最初に宣伝をさせてください8月24日に投資会社のサクラインベストさんの主催で私と株式投資評論家の早見裕次郎さんとの合同セミナーが東京で行われます会場が午前10時半で私の講演は午前11時からです 講演会場は申し込みをされた方の中で抽選で当選された場合にお伝えしていただけるということになっております完全無料です私は中国経済の実態実はどうなっているのかと題して中国経済のリアルについて話をいたします生朝日をご覧になりたい方ぜひお申し込みください8月8日のデイリーニュースをお伝えいたします 鶴ヶ原発2号機の再稼働申請について原子力規制委員会が不合格の手続きを進めるよう指示をしましたが鶴ヶ原発2号機所有者の日本原子力発電日本原電はですね追加の調査を行って再稼働を目指す姿勢を変えないと、えー、こういう姿を示しました。こ、まあ、こういうういいい報道を見てです、ねまあ、日本原電のこの往生際が悪いっていう捉え方も まあできるわけなんですけれども日本原電側からすれば原子力規制委員会の判断が非常に不合理だということになってきますで、この問題は非常に複雑でわかりにくいんですがえこれまあなんとか頑張って私なりに扱ってみようと思いますで、まずはこちらの図を見てくださいこちらは首都大学東京の山崎春夫名誉教授が用意された図ということになりますえまず地震はどこで起こるのかをこの図で確認していきましょう 地表面から随分下の方に点線で地震発生上限と書かれているラインがありますねでここは概ね地表から三キロから五キロの深さというふうになっていますつまりどんなに浅いところで地震が起こったとしてもその震源は地表から三キロ以上深いところで起こるということになるわけですねで地震が発生する地表からこの三キロ以上深いところを地震発生層と言います で地中に非常にこの大きな力が加わった時にこの周囲と比べて滑り量が多い領域のところをアスペリティとまあ呼んでいるわけなんですがここが地震の波の波発生すするとところだとまあ考えればいいわけですそしてこのアスペリティとつながっている地中深くの断層が震源断層と呼ばれるものでこれが地表面まで現れているのが主断層とも呼ばれている活断層ということになります。 この主断層、活断層は将来においても地震が発生したときに大きく動くのではないかということで気をつけなければならないものになってきます。そしてこの主断層、活断層が動いたときにそうした地中の変動を受けて主断層とは別のところでも断層ができることがあります。これがが副断層層というものですで主断層が動けば 副断層も動くことはありますが主断層ほどの動きにはならないということは想像できるかと思います私たちが地震の危険を考えるのであればそれは地中深くで震源断層とつながっている主断層であるのかどうかこれが大きなポイントになってくるということになりますでこちらの図をご覧ください図の下の方に1号機2号機と書かれているのが鶴ヶ原発1号機鶴ヶ原発2号機ということになります 縦方向に、えー、裏底断層といいうのがが走っていますこの裏底断層は約3万年前以降の地層に繰り返し変異を与えていて最新の活動時期は約4,000年前以降ということなので、えーまあ、ざっと4,000年前から3,000年前ぐらいの頃にですね、えーまあ、大きく動いたことがあるということになります。 そしてこの裏底断層から二号機に向かって走っている断層がありますね D1 と書かれているものですで一見するとこの D1 はですねこの裏底断層の副断層のように感じられるかもしれませんしかしながら裏底断層が繰り返し変異を与えている約3万年前以降の動きではこの D1 がですね一緒に動いている形跡は全くないんですね ですのでこの D1 は裏底断層とは無関係だとまあ、見ていいかと思いますそしてこの D1 とですねこの裏底断層とのつなぎ目あたりのところを拡大したのが左上のところに図として出ていますここに K 断層と G 断層という2つの断層がありますねでこのうち K 断層については 少なくともも万4千年前よりも古い地層までしか伸びてていいいいないとということがまあ確認されています、まあ、現実的には13万年前より古い地層までしか伸びていないとまあ考えてもいいかと思いますが、まあ、このあたりちょっと厳密に話をすると非常に複雑になるので、えー、まあこのくらいにさせてくださいでこちらの資料は原子力規制委員会がまとめた地層の断面ですが この図の左の方に縦方向にちょっと細い赤色のラインが入っているのがわかるんじゃないかなと思います。これが先ほど取り上げた断層というものなんですねで確かにこの軽断層の左側と右側ここで層がずれているところがあるのが分かりますよね。丸2層とか丸3層、ととかかララーージジ A、B 層 a から j という層においては左右にずれができていますからこれは間違いなく断層だとということになりますしかしこの K 断層はその上の三層 k からスモール m のところまでは伸びていませんね。地層は原則としてその古い地層からだんだんこう上に新しい地層が乗っていくということになりますから。 マル3層スモール K からスモール M より新しいところに堆積していったところでは、えー、断層のズレが生じていないという、えー、そういうことになります。ですからこの K 断層がなるべく最新で動いたと考えても先ほど言ったように少なくとも12万4000年より古い地層ということになってくるわけなんです。でより正確に言えばなんですが その先ほどの丸三層というやつですねそのスモールなんちゃらとかラージなんちゃらとかっていうものを全く無視して、えー、その丸三層がまあ完全に終わったのがですね12万4,000年前から14万2,000年前というふうにされていてこの丸三層の最後の方にはですね経断層は動いていないというふうに見ればいいので。 まあどんなに厳しめに見積もってもこの経断層が最新で動いてからあすでに現代までにですねこの13万年は経っていると見ればいいいかと思います、まあ、これは火山灰の分析から言ってもなんですけれどもこれはもう13万年前以上になっているのは間違いないという形にはなっています。でなんでここまでこの原子力規制委員会がこの経断層のことにこだわっているかというと。 先ほどですね説明したようにもともとは地中深くの震源断層とつながっていると考えられる主断層これが活断層だとされていたところからですね12万年から13年前以降にこの一度でも動いた形跡がある断層を活断層だというふうに定義が変わったからなんですね。 で経断層はこの定義から行くとなんですけどこれギリギリ引っかかる、えー、この活断層の解釈としてできるかもしれないねと何せ13万年よりちょっと古いんだろうけれども。 えー、13万年近くのところ、まあ、おそらく15万年前とかになってくるはずなんですけれどもでもまあ一応その13万年前程度から、えー、新しいところで動いているっていう、えー、その定義からギリギリ入るかもねぐらいのところに今なっているってことなんですよ。でここでもう一つ図を見てもらいたいのですこれも原子力規制委員会が作成したものです。えー、右上の方に赤色の経断層がありますよね。 この経断層直線ではなくてですねなんかうねうねと蛇行しているっていう感じになってますがここにも、えー、ちょっと後で関係してくるんで着目をしておいてください。でそして2号炉の原子炉建屋のところにはいくつかの破砕帯、まあ、これも一種の断層だというふうに思ってほしいんですけれどもこれがあります。でこのののの層ととと号炉の原子炉建屋の下にあるる破砕体はひょっっししたらななががてかかもしれいいいじゃないかというのが この原子力規制委員会の見解ということになるんですねで、ここにあるその2号炉のですねこの原子炉建屋の下のところにあるこの多くある破砕体のうちのまあ、一番メジャーなやつが D1 ということになりますで、ここでポイントは軽断層とこうした破砕体がつながっているということを原子力規制委員会は証明しているわけではないということなんです なんとなく伸び方の方向がこの右上から左下で似ているからつながっている可能性もあるんじゃないかと、まあ、こういうわけなんですね。でここでもう一度こちらの図のこの左上のところを見てください。13万年以上前まで動いていた軽断層ともっと大昔に動いていた G 断層の2つがあったということをちょっと思い出してほしいんですが。 断層のずれの向きからするとですねこの G 断層は原子炉建屋につながっている D1 と つながっていると見ることができるだろうけれどもえこれ経断層の方はですねこの D1 とはつながっていないんじゃないかこれが日本原子力発電日本原電の言い分ということになりますこの日本原子力発電日本原電の言い分を簡単にまとめたのがこちらの図です D1 と経断層ではですねこれずれる方向も違ってますよねで図を見れば分かるように 正断層になっているのか逆断層になっているのかがこれ逆になってますそして軽断層はぐねぐねに曲がって蛇行しているということを先ほど言いましたけれども D1 は直線的になっているではないかまあ、こういう話なんですよでこれに対して原子力規制委員会はま軽、あ、断層は確かに逆断層となっているところが一般的だけれども一部に正断層に見えるところもあるから この逆断層か正断層かは決め手にはならないとかって言ったりするわけなんですね。で部分的なボーリングの結果としてねこの経断層が建屋の下にある破砕帯とのつながりが見つからないじゃないかだからこれはつながってないんだ別々なんだとかって言われても時にはそうやって途中で、えー、このつながってなくて、えー、というそういうケースもあるから。 つながりが絶対にないという証明にはならないんだともまあこういうわけなんですね。日本原電が用意したこちらの図も見てほしいんですね京断層が先ほど見たようにそ丸3層の途中まで伸びているのに対して D1 や G 断層はですね岩盤となっているところで止まっていてそれより新しいところには影響を及ぼしていないわけなんです。ですからこのずっとずっっととと大昔には断層層 D1 や G 層が まあひょっとしてこう連動して動くということが仮にあったとしてもそれは大昔の段階で途切れているえそういうふうに見るべきだということになってくるわけですで。そこでもう一度こちらの図に戻ってほしいんですね。この図の下の方に日日本本原原子力発電日本原電の主張が書いてありますそしてこれが今論点になっている2つのポイントということになるんですね。 1>, で1つはこの経断層が将来活動する可能性のある断層と言えるのかどうかという活動性というもので2つ目は経断層が二号ろ建屋の直下まで連続しているかどうかというこの連続性という問題ですで。で日本原電は経断層が最後に動いたのはいくら厳しめに見たって13万年よりは間違いなく古いんだと。だから12万年からら万万年年前以降に 活動しているかどうかという今の原子力規制委員会の基準で見てもこれは活断層に入らないんじゃないのとでそもそも軽断層は震源断層と直結する活断層ではないんじゃないのだから全然動いてないんでしょえこういう感じで見ているわけなんですねそして軽断層がですねこの2号炉建屋の下の破砕体と 連続している証明というものを原子力規制委員会は何もしてないじゃないかと連続しているって言うんだったらそれを証明してくれよと今のところそれは間違っているとこう推測する方が合理的っていう話しか出てこないじゃないかまあこういう主張になってるわけです。で私はこの常識的な判断からすれば日本原電の主張の方が筋が通っているって思うんですけれども原子力規制委員会は いや疑わしいものを全て排除できない以上、えー、それが正しいというふうに認めるわけにはいかない100%安全だと言えない限り絶対に認めないというこういう立場なんですよ。で、それで日本原電はさらに調査を進めて G 断層と D 1がです、ね、この連続するものであって K 断層と D 1がです、ね、この連続しないものであるということを もっともっとこのさまざまな観点からもういろいろ具体的にこの明らかにしていくっていうことをやったんですけれどもそれを事細かく話をするとただひたすら面倒くさいだけなんで私ははここには不快しないいでととどめようと思いますただどこまで行ってもじゃあそれで確実に100%言えるのかと言ったらいやまだ疑わしいかもしれないっていうこともできたりはするわけで。 原子力規制委員会がやってるのはそういうレベルの話なんだと理解すれば分かりやすいんじゃないかと思います。さてここまで伝えても日本原電のこの、えー、今の姿勢再申請しようとしている、えー、この姿勢というのは往生際が悪いいってうもともと、えー、この原発をこの地に建てる時にもですね D1 を含めたこの破砕帯、えー、断層がですね まあ,あるということはもちろん分かった上でそれは活断層とは言えないというふうに確認をした上で立てていたわけなんですよねまあ当時の基準は56年前よりもですね新しい年代でこの震源断層とつながって動いてるかどうかっていうことがこの活断層の基準ということになっていたわけなんです。そそししてててのの基準を満たた立てられたもの それがですね、まあ、後に、えー、1 2 3万年よりも新しいところで動いてるかどうかみたいな感じで、えー、話が変わってきて、えー、この経断層とつながってるっていうことになったら。 経団層がまあ13万年よりは古いはずなんだけどいやギリギリ13万年ぐらいになるから繋がってるかもしれないみたいなまあそんな話まで持ち出してとにかく認めないんだというこういう話をしてるわけですけれどもこれって実に乱暴な議論だと思いませんかってことなんですすでにもう立てられてるわけですからねそれをまあ後々に出てきた懸念に基づいて えー、そのまんまじゃ認められないよってんだったらまだ分かりますよ。ね。えー、工学的にもっと安全なものに改変してくださいそれならいいですよみたいなのであればまあそれは合理的だということも言えるでしょう。でそれで、まあ、多重防御というやり方を考えて。 いざという時にはまず1番目の手段を発動させるけれどもそれがうまくいかなかったら2番目の手段を発動させそれでもうまくいかなかったら3番目を発動させそれでもうまくいかなかったら4番目を発動させみたいな仕組みを福島原発事故以降の日本原子力発電は取り入れるようになったわけですね。 でそのために原子力発電にはですねこの膨大な費用がこの安全投資として振り向けられているというのが実際なんですよでこちらの NHK の記事の政府の停止要請から10年浜岡原発をどう考えるっていうこの記事をね、えー、見てもらいたいんですけれどもえ中部電力の浜岡原発はトータルで4000億円というこの金額をかけて安全性の向上に努めたわけなんですよでそれにもかかわらず政府はですよ。 えー、あの福島原発事故からもう13年以上も経っているというのに再稼働を認めていないなんですよねでこの記事には「国の原子力規制委員会の審査は長期化しており安全性を評価する前提となる地震の揺れや津波の高さの想定が定まらずにいる」って書いてありますよね。2021年6月現在ですかかららこれ事故から10年以上経った段階においてまここんなこと言ってるんですよ 国民が電力を安く利用できるようにするためには本来はこの原発をわざわざ止めるなんてことをやらずに稼働させながらどうやってその安全性を確保するかっていうその防御工事というものを進めていけばいいというふうに考える方が私は合理的だと思うんですがそして工事はですねもうそういう点においては遠くに終わっているのに。 まだですねこの再稼働を未だに認めない審査もろくに進めないそういう在り方なんですよ。でそれどころかですよ今頃になってこの浜岡原発がですね、まあ、頑張って、まあ、なんと2 2ルもある防潮堤を、まあ、築いたわけなんだけれどもこれじゃあまだ足りないかもしれないなんていう話になってきてですよ。えー、これどうやら 28m ーーぐらいまで高くしなきゃいけないみたいな感じに今なってきてるんですよ。 でそれから建屋の耐震性これもまだ弱いかもしれないからさらに向上させろみたいなそんな話が出てきてるんだけれどもでそれなの言うんだったら2011年とか2012年とかそういう段階であらかじめ言えよって話じゃないですか。なんで事故から十何年も経っててで今頃審査少し始めるかなみたいな雰囲気になって。 やっぱりまだダメかもしれないまだ動かせませんとかって何言ってんだよってことじゃないですかでこうしたことが私たちの生活費を大いに引き上げて私たちの生活水準をそれだけ引き下げているっていうことをちゃんと見ないといけないんですねそしてこの高い電気料金によってですよ私たちの暮らしが苦しくなってるっていうだけじゃなくて日本の国際競争力を引き下げて 火力発電用の化,を化石燃料の輸入量というのをこれを増大させることで貿易収支まででで赤字にしてているるわわけけすすよねどどんどん悪くさせてるわけです原発を全部動かしたら輸入ウランの代金として外国に支払う金額は年間3,000億円ぐらいでまあ済むんですけれども輸入ウランをこう入れない代わりにこの化石燃料を代わりに今その火力発電用に入れてるわけですけれども。 これでいくら払ってんのって毎年3.5兆円くらい払ってるわけなんですよ。火力発電に余計にね。で、そうなるとこれって3兆円以上ですよ。毎年増税されてるのとある意味では同じじゃないですか。しかも増税であればこれは、えー、国政府がこう受け取って国内で還流するっていうことになりますけれども、この3兆円はこの外国への支払いに回っていくってことになるから。 なんとこれ税金よりも悪いっってことにななちゃうわけなんですねですからこの原子力規制委員会みたいなその政府の機関というものは公共性というものを考えた上でそれに向けて最善の動きをしてくれるそんな風に思ってると全然合理的な動きなんかしてくれないそういうところになっちゃうんだよってことなんです。 だから政府が適切に経済をコントロールするのが正しいなんていう見方というのはこういう実にくだらないところにつながりやすいんだということなんですね。でそういうところをこの事例からも是非皆さん学んでもらいたいなと思います。 で最後にもう一回宣伝をさせてください8月24日に投資会社の桜インベストさんの主催で私と株式投資評論家の早見雄二郎さんとの合同セミナーが東京で行われます会場が午前10時半で私の講演は午前11時からです講演会場は申し込みをされた方の中で抽選で当選した場合に伝えられることになっています完全無料です え私は中国経済の実態実はどうなっているかと題して中国経済のリアルについて話をいたしますえー、生朝霞をご覧になりたい方ぜひお申し込みください必ずやろう日本最高朝霞豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます